はい、皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーの村上太一です。すいません、今日ねちょっとバタバタかなりしてて、少し短めのトークにまたなってしまうかと思うんですが、ご了承ください。で、今月末ぐらいかな、来月頭ぐらいに、ちょっとね、動画のスタイル、撮ってる、ね、感じとかを少しね変更する予定なので、そこでエクササイズ増やしたりとか、あとはねヘルシー料理をね紹介したりとかなっていうこともねできるかもしれないので、もしよろしければ楽しみに待っていただければと思います。今日お話ししていく内容はこちらです。はい、アルコールに関しての、お話ですね。皆さん体を気を使ってる時に、お酒何飲みますか？はい、ビールはねプリン体が入ってるから太るとかっていう話をね、よく聞くと思うんですけど、醸造酒って言われる日本酒みたいなものより、ウイスキーとかあと焼酎みたいな蒸留酒って言われる方が、アルコール以外のものが入ってないから、太りにくいですよなんていう話をね聞いたことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ただ、今日お話ししたいのはそういった蒸留酒でもね、太りますという話をね、したいと思います。そもそもなんで蒸留酒でも太るのかというと、アルコール自体がそもそもカロリーがあるんですね。で、そのカロリーを比べてみるとアルコールのカロリーがこちら、はい、ご飯などの、糖質のカロリーがこちら、はい、アルコールのカロリーの方がね圧倒的に多いんですよ、やっぱり。なので、もちろんね、お酒飲むときなんかはおつまみなんかもよく食べると思うので、おつまみを食べながらこのカロリーをねやっぱりガブ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 飲んで摂取してしまうと、それはもちろん肥満につながりますね。で、基本的に、太る太らないの、ベースなのは、消費カロリーと摂取カロリーのバランスが、大元にはなっているので、もちろんねその中身も大切ではあるんですけど、消費カロリーより摂取カロリーのが多ければ太りますし、逆だったら痩せていくっていうのがね基本スタイルではあるので、カロリーを多く摂ってしまうともちろん太ることにつながります。しかも、蒸留酒をそのままね、水割りだったらまだ、それ以外の余分なカロリーを取らないんですが、例えばね、ジュース系で割ったりとかすると、それプラス余分なね糖質まで取ってしまうので、かなり太りやすい飲み物というふうに考えていただいた方がいいかなと思います。お酒を飲まないでほしいとかっていう話ではなくて、お酒もね嗜好品の一つなので、もちろんストレス解消のためにね少しは取った方がねいいと思うんですよ。もちろん嫌いな人はね無理して取る必要はないですけど、お酒好きな方とかはね、頻度を決めて、ぜひ、取りすぎないように取っていただくといいのかなと思います。アルコール自体にもカロリーがあって、糖質よりそれが多いんだっていうのをね、知っておいていただけるといいかなと思います。それだけで多分意識が少し変わってね、3杯目ぐらいから少しお茶にしようかななんていうふうに、思ったりすることもあるかと思うんですが、実際それを切り替えるだけでだいぶね、違いますので、勢いで無理して飲んだりしないようにね、ぜひぜひ気をつけていただければと思います。ピーコ何やってんの？酔っ払ってんだよ。いやいや、だってそれお酒じゃないでしょ。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。